今週のドル円相場なんですけども、実はね、先週の末に大きくドル高がこう進みましたよね。ずっとセルで押していた私としては、今回はロスカットを食らったまんま、あと様子を見ているっていう段階になっちゃったんですけども、これはなんでなのかなと思って振り返ってみました。これはね、私が思うにファンダメンタルズが大きく作用したんで、テクニカルの敗北だったと思います。で、ここからね、またテクニカルでしっかりと取っていけるとは思いますけども、要するにセルの方に進むとは思うんですけども、じゃあね、一体どんなファンダメンタルズが作用したのかってことをちょっとお話して、今日の相場解説しようかと思います。それはですね、2つ理由がありまして、その2つってのは、まあ、1つを軸にしてるんですね。それはアメリカ大統領選です。言うまでもなく、ドル円っていうのはアメリカ大統領選に大きく変わってるんですよね。で、バイデン政権が誕生したっていうのが一つの理由です。バイデン政権が誕生して、そのお祝いとしてドルが急速に買われたっていうところで円安が進んだんではないかなと思います。これにですね、もう一つ大きな要因がありました。それはトランプ大統領が先導したとされるホワイトハウスへのね、まあ殴り込みですか。ホワイトハウスじゃなかったかな。ちょっと失礼しました。例の暴動ですよね。暴動で5人ぐらいの方が亡くなったと聞いてます。私はニュースをね、正確に捉えてないんで、この辺はご自身で調べていただきたいんですけども、そういうことでね、トランプ大統領が先導したのかどうかは分かりませんけども、ツイッターアカウントの永久凍結と、あとはフェイスブックの投稿禁止、それから YouTube の発信、もう禁止ということで、このね、3つのメディアがトランプ大統領を利用禁止になったわけなんですよね。まあ今まででも無数のいわゆるアカウントバンっていうのは多くの人が食らったと思いますけども、一国の代表者、もっと言ったらですね、世界を代表するアメリカの大統領のアカウントが停止されるっていうのは、これなかなか大きな事件だと思うんですよ。なんと言いますかね、なんか妙な感じですよね。一企業が大統領以上の力を持っているっていうことなのかなと思うんですよ。まあちょっと日本では考えられないですね。日本ではああだこうだ言ってもね、結局は安倍元総理が無罪になったりね、めちゃくちゃが通ったりとか、嘘がそのまま許されたりとかね、検察まで手中に置いてるわけですからね。だからなんかすごくね、共産的なものを感じますよね、日本には。で、アメリカはやっぱり自由の国だなっていうふうに思います。というのが、企業の権利が大統領をも制することができると、大統領の一党独裁がですね、成し得ないってことがここで分かったのかなと思うんですよ。ちょっと話題が変な方行っちゃいましたけども、FX の話に戻りますと、そういった2つの要因で大きくね、ドルが買われたのかなというふうに思います。これは一つには、バイデンさんに対する期待の表れなのかなと思います。まあ私は個人的にはトランプ大統領がもうちょっと続いてほしいかなとは思ったんですけども、まあ客観的に見ると多くの人はバイデンさんを選んだのかなというところがあります。もちろんね、陰謀論ですとか、なんかね、外国の勢力が入って操作してるんじゃないかってこともありますけども、たとえそうだとしても、トランプ大統領が作ったアメリカの政治体制、国際体制がもしかしたらね、不正選挙を呼んだんだとしたら、それはトランプさんの自業自得ではないかなっていうところもありますし、私はね、非常に個人的な意見から離れるんですけども、トランプさんがね、負けてしまって悔しいなというところはあります、正直ね。ただバイデンさんに政権が変わった以上、そういうふうな世界の作り方に合わせたトレードをこれからもしていかなくちゃいけないなと思います。ということでね、最終的なオチとしては、これからも円高は進むと思うんですけども、バイデンさんのトランプさんと違った面での当選が、もしかしたらドル円相場にも新しい風を吹き返してですね、もしかしたらドル高が進むのかもしれません。ということでね、しばらくは冷静に見ないといけないところなんですけども、ただそうは言ってもね、利益出していかなくちゃいけませんので、これからはですね、今年はですね、しばらく様子を見る中でも、私は果敢に勝負をしていってリスクを取っていこうかと思います。ということでね、もしかしたらマイナスの月がついに5年目にして出るかもしれませんけども、それを覚悟で前に進む覚悟でございます。そして FX の基礎講座終了おめでとうございます。お疲れ様でございました。中級講座はですね、フォーメーション分析とエリオット波動で攻略していきますからね、この2つが多分公式としては最後になると思います。あとは実践をガンガン繰り返すための中級編にしますので、ご期待ください。それでは失礼します。